山陰線支線の着工は、1900年5月から、鳥取県の境港を起点として始まった、鉄道建設について記述する。指揮を取ったのは、石丸茂美ぎ市。6月に、米市に、鉄道作業局の出張所が設けられ、大量の妊婦を動員、工事は進められた。妊婦の日当は米一生と五千、1日12時間、労働で、昼夜健康の特管工事により、 二年余りの後、1902年11月1日に、堺駅与那子駅三國屋駅間が開通した。この日、与那子駅等には巨大なアーチが設けられ、盛大な開通記念式典が挙行された。赤沢公平会計温泉の今日の流星をもたらした、有本松太郎、元自治大臣、赤沢正道の父、公平、元加藤正治社長、加藤明の父、豊吉などは、 鉄道建設工事のため夜名古に来住した。元日本海新聞社夜名古市社長、島武史密造によると、夜名古には事業家がおったですよ。海鉄道のおこぼれです。有本さん、菊池さん、加藤さん、赤沢さん、皆さん陰鉄道の建設で来られた人ですから。という。森尾によると、この鉄道不設によって、弓浜、 ヨナゴの経済に大きな刺激を与えると伴いに、これを機に人もオを目論むものもあり、いろいろな悲劇が起こっている。県内外よりの労務者の流入、地元資材の購入で確かに地元経済を潤し、堺ヨナゴの町に、き部屋、空室もなくなったという話もあるくらいであった。しかし反面暴行、障害、賭博 制度徳の乱れと社会の貧縮を買う事件も少なくなかったという、ありがとうございます。